はい、こんにちはというところで、担当論文即習コースのガイダンスというところで、私の方から、大体1時間前後ですかね、ちょっと話をさせていただこうかなと思ってますと、担当レクセニコスベニシトババですと。暑いですね。この暑い中わざわざね、お越しいただきましてどうもありがとうございますと。ズームの方もね、別に、外出てない。確かにね、暑いから、出ないで、ズームでね、全部、来られる方とね、あと、遠方の方とかもいらっしゃると思いますので、そういう点も含めて、ちょっと今日はね、話をしていこうかなと思ってますと。何から話をしていけばいいのかなっていうところで、一応勉強法っていうところがテーマになっているんで、一応そういったところも含めたちょっと話をしていきたいなと思っているんですけれども、皆さんなかなか弁理士っていうのは一般的に知名度はそんなにないところで、今年ですかね、たまたま弁理士のドラマをね、見ていた人もいるかもしれませんけれども、やっていて、知名度がだいぶ上がってくれればいいなと思っていたんですが、残念ながらあまりね、視聴率良くなかったみたいで、一般的にはそれほど知名度上昇にはならなかったのかもしれないんですけれども、ただ我々の業界としてはやっぱりこの特許と、主に特許と商標っていうのを扱ってる仕事、あとは衣装ですかね、っていうところが、その隙間的に入ってくるというような本当イメージなんですけれども、感覚的には、7割ぐらいですかね、7割ぐらいが特許の担当をやっていて、残り3割ぐらいが、大体商標、これ感覚ですよ本当に、別にそれ統計取ったわけじゃないですし、なんていうんですかね、こう兼業するんですよ要するに。でイメージ的には、ちょっとなかなかね特許業界知らないとピンとこないと思うので、病院を思い出してもらえばいいんですけど、病院の先生って内科とか外科とかに分かれるじゃないですか。でも医師免許って1つなんですよね。正確に言って医師免許って3つあって、普通のお医者さんと歯医者さんだと獣医師で、これ3つ分かれていて、歯医者だけちょっと歯科だけ別で、他の免許って医師免許で、内科だろうが脳外科だろうが。だから急に花粉症を見てた先生が次の日脳外の手術をして、で次の日物もらいの治療をして、で次の日にいきなり心臓バイパス手術をするってやっても、免許的には問題ないんですよ。ただ現実的にはそれはできないと。でイメージしていただくと分かるんですけど、お医者さんも多分大学病院とかさ、大きい病院に行くとめちゃめちゃ専門性が高い。多分もう心臓外科の先生は心臓外科しかやってないっていう感じなんですけど、じゃあそれが地元の町医者さんがそんなお医者さんだったらちょっと困りますよね。病院行って、いやもう心臓のバイパス手術しか私しませんと、風邪で言っても全然見てくれないっていうってなると、町のお医者さんって結構いろんなの見るんですよ。で実際標榜家の内科、皮膚科、さっき言ったアレルギー外来とか全部いろいろ掲げていて、この先生の専門家何なのかしらみたいな。でそれはなぜかって言ったら、一時的にまず見て、難しいのは送りましょう、要するにその専門病院に送りましょうってシステムだから、そうなってるんですね。で実は弁理士も、全く同じではないんですけれども、専門性に特化していく弁理士さんと、そうじゃない場合っていうのが出てくると。で特に、昔ね、最近はちょっとないんですけど、今から10年ぐらい前かな、一回地方でガイダンスやったことがあって。で静岡とか大阪とかでガイダンスをやったことがあるんですけど、でその時やっぱり静岡の弁理士さんと話してる時に何やってるかって言ったら、もう何でもやってるんですよ。でちなみにその先生は行政書士も登録されていて、だからもう弁理士も行政書士の業務も、特許も商標も衣装だろうが来たものは全部やると。でじゃないと仕事にならない。要するにそんなに特許事務所があるわけじゃないので、いろんな相談来ますと。いうことになるんですね。だから、どちらかというと、地方だったり、あと小さめの事務所ですかね。小さめの事務所だと、そんな人数がいないので、本当にいろんなことやっていく。だから、私が勤めてる、普段は、これ講師は、週末やってるんですけれども、平日は事務所で仕事をしてるんですね。で平日は事務所で仕事をしていて、でうちの事務所もそんな大きくないので、20人前後ぐらいの、いわゆる小規模事務所なので、いろんな仕事があるんですよ。で結構やっぱりいろいろと私もやって、メインはもともとソフトウェアの特許なんですけれども、商標とか、あと衣装とかですかね。特に衣装はどうしても図面のソフトを扱わなきゃいけないんで、図面だとイラストレーターとかっていうソフトを使ってやることが多いんですけど、イラストレーター使えるのが自分しかいなくて、結果的に私のところに衣装が回ってきて、って感じで、だから結局結構小規模の事務所だと何でもやると。でそれが本当に大手の事務所ですからね、100人200人300人と超えてくると、逆にこう特化していくっていう。で前私今の事務所もう20年近くいるんですけれども、その前の事務所は100人ぐらいの事務所で、ちょっと大規模な事務所だったんですけど、だからやっぱりもう分野決まってるんですよ、やるのが。である担当の人とかは、建設メーカーのタイルですかね、あるんですか、建築資材でタイル担当を決めてくれっていうお客さんがいらっしゃって、でその担当決まった人は1年間ずっとタイルしかないんですよ。事務所行っても行ってもタイルの特許をやるみたいな、本当にそういうもうそれはちょっと極端な例ですけど、結構その分野に分かれていくっていうことはあるかなと思いますね。だからそういった意味では結構幅広くやる場合もあれば、結構狭くやっていくっていうこともあり得ると。で、なかなかね、ただ難しいですよ。知識的なところっていうのがやっぱり人間っていうのはね、これから勉強されていった時にピークって来年の5月なんですよ、知識量って。いや来年の5月って何かさ、担当試験で。で来年の5月の担当試験が知識ピークで、そこからどんどん忘れていくんですね。でだって皆さん今までね、高校とか大学でやったこととかさ、あとこの間ネットで見てたのが、道路にひし形のマークがあると。であれって何ですかって言われて割と知らない人がいるっていう。だからその教習所で免許取る時は横断歩道の手前のマークだっていうのはね、あれ学習するんですけど、やっぱ免許取って5年10年20年経ってあまり意識してないと、あれなんだっけなとかで、結構標識なんかも突拍子ない標識っていうのを見るとやっぱりパッと思い出せない。で例えばもともと今ちょっと違うんですけど、出身が私東京の北区の方で、上の方なんですけど、で北区って数少ない路面電車が走ってるんですね。路面電車が走ってると黄色い矢印信号とかが、路面電車用にあるんですけど、やっぱそれって普通生活してると見ないってなるといきなり来た時になんで黄色の矢印があるんだみたいなのがやっぱり分かんなくなっちゃう。それは教習所で習ってるんだけど、やっぱり自分が使わない技術ってのは忘れていくんですね。実は便利書も全く一緒なので、実は受験生これからやっていく勉強っていうのは非常に重要で、言ったら来年の5月がピークで、そこから忘れていくんですよ、ひたすら。ってなると例えば、皆さん今後何やってるか分かんないですけど、特許やる人は商標を忘れてきます。商標やる人は特許を忘れてきます。ただやっぱり弁理士である以上プロですから、お客さんから相談を受けることは出てくるんですよ。ね、弁理士なのにいや商標は分かりませんってわけにはいかなくて、だからそういった意味ではすごいこれから受験生でやっていく勉強っていうのは、今後人生にずっと使っていく知識ですし、決して無駄になる知識ではないなというふうに思ってますね。だから勉強、当然ね趣味の勉強ではないので、資格試験を取るっていう勉強、いわゆるライセンスを取るってための勉強ですから割り切りも必要なんですけれども、全然勉強自体は本当に10やったら10全部必要になっていくことだなと思ってますね。ただやっぱ忘れますちなみに忘れるんで、忘れないためには自分で勉強すればいいんですよ。で自分で勉強すればいいんですけど、受かった後もね、でなかなかやっぱそれ難しい、継続的に勉強するのは難しいので、じゃあどうしてるかっていうと、自分がなんかこうやって講師をやってるっていう。で講師やればいろんなことを教える。結局使わないから忘れちゃうんですよ。だから例えば法改正とか入っても、例えば、来年、令和5年に法改正が、やっぱり6年かだから、5年にもう法律が制定して、で来年の令和6年も法律がちょっと変わるんですけど、例えば著作権法とか、あとは、商標とか、特許とかも全部含めていろいろ改正が、あと不況法か、結構がっつり来年は変わるんですけど、弁理士さんってどんどん改正分かんなくなるんですよ、使わないから。でこっちはやっぱり講義で話さなきゃいけないから、そういったところはこう、熱心にね勉強できるっていう意味でも、だから自分はそういった意味で講師と普段の弁理士を両方やってるっていう。で逆にあとは講義とかでやっぱ話す時にこういうとこってこういう仕事で使うんだよとか。でいうのをやっぱり伝えた方がいいかなっていうのは思っていて、そういった意味では普段は業務として仕事を投影して弁理士やってるし、講師としてそれの知識のメンテナンスを図っているためにもね、要するに皆さんは合格して私は知識が維持できるっていうね、このウィンウィンの関係になるためにやってるようなイメージですね。はい、で今ちょろっと言ったんですけれども、これ弁理士ってこれから勉強を始める、もしくは始めているよって人いると思いますけれども、資格試験のための勉強なんですね。でこれすごく一番重要で、いわゆる学校の勉強とかって自分の知識を身につけるための勉強だったら自分の満足がいくようにやればいいんですよ。例えば分からないところを突き詰めるとか、しっかり考えるとかっていうところはすごくよくて、で結構実はその学校教育の弊害っていうのも皆さんずっと引きずっていて、で何かっていうと学校教育っていうのは効率を悪とするんですね。どちらかというと要するに努力とか地道のところを良としていて、だから効率よく受かるとかいうところはあんまり褒められないんですよ。要領よくやるっていうのが実はあんまりよろしくないよっていうのが小学校中学校時代で、その皆さん考え方をずっと持ってるわけで、その中の一つ典型的に言うと問題があった時に問題は解かなきゃいけないと思うんですよこれ。で問題があったら問題解いて考えることが重要だと思うんですけど、実は考えることって最初の頃はそんなに重要じゃなくて、まずはパターンをしっかり覚えるっていうところが本来は重要なんですね。勉強で試験で点数を取るってことを考えると。いちいち考えるっていうのではなかなか時間がかかっちゃうと。でよくなんですかね、一番皆さんが資格試験の勉強で一番共通項が多いのが自動車の運転免許証なんで、よく運転免許証の例の話をするんですけど、運転免許証を取る時って道路交通法を勉強しないでしょわざわざ。ね、いや先生それ道路交通第何条、ね、赤信号ってどうして止まらなきゃいけないんですか、法的な根拠なんですかって聞く人いないんですよ。で法的な根拠で言えば道路交通法何条だっけな忘れましたけど何条かに信号に従わなきゃいけないって、赤信号に止まるって道路交通法に書いてないんですよ。で道路交通法の施行規則かなんかに信号の種類っていうのがあって、でその中の別表かなんかで信号の意味が書いてあって、でそれを根拠に停止するとかそういう話になっていくんですけど、でそんなこといちいち追わないじゃないですか。もう単純に機械的に覚えていく。それなぜかって言ったら、テストに出るから。だからそのスタイルで、そのスタイルだけど実はベンチ受からないんですけどさすがに。ただ実はそれすごく大事な考え方で、だからしっかり考えるんだとかしっかり抑えていくんだっていうところがすごく重要ってわけではない、資格試験を受かるってことではね、っていうことになってきます。であともう一個ね、よくこれから勉強していくんですけど来年の資格試験に向かって勉強した時に、これ秋からっていうコースなんですけど、秋からで受かりますかっていう質問があるんですけど、でそれねめちゃくちゃもうナンセンスで、なぜかっつったらどうするかって話になってくる。だってもう例えば春からの講座と秋からの講座がある時にもう春過ぎちゃったんだからね、戻れないんですよ。春からやっといた方がよかったですかねって、じゃあすいません3ヶ月前戻りますわっていかないじゃないですか。で時間っていうのはまっすぐしかいかないんだからに、例えばじゃあ春からやった方がいいのかって言って来年の春からやるっていうの方が明らかにデメリットでしょ。だって今から勉強するのと春からやった方がいいからじゃあ来年の春からやりましょうって言ったら少なくとももう8ヶ月ぐらい無駄になるわけだから。だからこれは勉強ってよしやるぞと思ったタイミングで始めていくしかないんですよ。いつからっていうのがないので、例えば自分はスマートコースっていう通信のコースをやってるんですけど、通信のコースだと本当に入る時期ってバラバラで、始まるのが本当2月とか3月ぐらいから通信の講座、通信専門の講座なんですよ私がやってるので。そうすると春の本当に発売始まってよっていうところから始める人もいれば、パラ申し込みが結構あって、一番遅いと年明けですかね、1月ぐらいとかもう時間ないけど今からやっていますみたいな。でよく私はツイッターとかで今 X かっていうよくわかんなくなりましたけどそのやり取りでよく受講生さんとやり取りをしてるんで「頑張ってね」とかって言うんですけど、結構年明けからでもやろうっていう、でもそうなんですよね。もうやると始めたらそこが一番ベストなタイミングっていうことになるので、もう今から受かるぞっていう気持ちでやっていくと。であとは受かるあともう一個ね、よくあるんですけど、受かりますかって聞いて例えば私とかね、多分レックの人でもいいんですけど、講師の人に聞いて受かりますかって聞いて受かりませんって言われることは 100% ないですからそれありえないですよ回答として。今からって受かりますかねっつって「いやーあんた無理っすよ」ってさ、そんな冷たい人いないのね。いつ聞かれたらさすがに4月とかに聞かれたら、でも4月に聞かれても受からないと言わないですね、マークシートだから。いや運が良かったのかあるじゃないですかっていうそれはそうですよ。だってどう考えたってで、だからどう受かるかなんですよね。で言ってしまえば受からないって答えだったらもうそれはもうプロとして失格で、私としては皆さんをどう受からせるかっていう話なので、だからどうやれば受かるかっていう本当にもうそういう話になっていくかなと思いますね。はい、で、ちょっと試験の話をちょっと簡単にしていこうというところで、このレジュメですかね。よいしょとこれ使ってちょっとだけ話をしていくんですけれども、受験者数自体は今本当に若干横ばいになりつつあるかなっていう。で、人がいない、本当にどこに行ってしまったんだっていうぐらい人がいなくて、で今ちょっとうちの事務所も人がなんかね、最近ちょっと急に案件が増えていて仕事足りないなっていうことで募集かけてるんですけど全然人来ないんですよ応募が。で、ああやっぱうちみたいな小さいね弱小事務所はしておこないのかなとかね、いろいろ考えるんですけど、他の人と話をしていると他の人に聞いても人が来ない。で企業の知財部の人に聞いても「いやー来ないですね」って応募がないんですよ。要するにいい人が来ないってレベルじゃないんですよ。だったらまだ分かるんですよ。応募があって「いやこの人未経験だから」「いやこの人弁理士の勉強してないから」「英語できないから」っていうんであればまだ分かるんですけど、そもそも応募がないっていうことで、ね、どこに行っちゃったのかなっていう。ただそれって実はこの業界だけに限らずね。でちなみにうちのビルに他の全然違う会社が入っていて、まあ、エレベーターとかよく話をするんですけど、たまたま同じビルに入ってるってことで時々商標の相談とか来るんで。でちょっと顔なじみの人がいて、でこの間相談ちょっと1件来られたんですね。でちょっと話をしてる時に「最近事務所どうですか?」って「いや人がいないんですよね」って言ったら、その会社も人がいないって言っていて、で経理の人が辞めちゃったんで募集をかけたら誰も来ないっていう。だから本当に何ですかね、今皆さんどこにね、これ新宿なんかね今日歩いたらすごい人いるんですけど、一体どこにみんな行っちゃったのかっていう感じで、で全体的に人いないです。で、受験者数もそれで現れていて、これ例えば弁理士だけ減ってるんだったら分かるんですよ。分かるっていうのは、弁理士人気なくなってきたんだなっていう。なんか時々雑誌とかで AI で淘汰されるとか書かれちゃうから、きっと弁理士はいないのかなってね分かるんですけれども、実はそういうことではなくって、これ他の試験、資格試験ですかね、例えば司法書士とか税理士とか行政書士とか含めても、受験者数がうなぎ登りですって資格はないんですよ。基本的にもうみんな減少傾向っていうことで、だからその辺は人不足なのかなという感じですね。で人不足なんですけど、さっき言ったように仕事はあるので、だから全然弁理士自体の業界としてはいい業界かなとは思ってますね。で特に弁理士って協業があまりないんですよ。で本当に今 AI って言ってますけど、AI で 100% 置き換わることはないと思っていて、今後もで、当然業務の流れは変わってくる可能性は十分これから5年10年経てばあると思ってますね。でそれはまさに、1個例えばあるのは、翻訳が AI が入ってきていると。でDeepL とか、Google 翻訳とかっていうのが入ってきて、いわゆる人工知能で翻訳が入ってきてるということがあって、翻訳業界はかなり変わってる。でじゃあプロの翻訳家がゼロになるかっつったらゼロにはならない。なぜかっつったら、機械でやってる翻訳っていうのはやはり精度が 100% ではない。でプロの仕事って 100% じゃないと困るんですね、どうしても。で例えば我々がアメリカに出願しますって言ったら英語に直すんですけど、やっぱりじゃあ AI の機械翻訳で直すかって言ったらそれはしない。やっぱ翻訳会社なりにうちの前だとちっちゃいから外注を出すことが多いんですけど、翻訳会社に依頼かけるということがやっぱり多いですね。でそこの先はどうやってるか分かりませんけど、でも最終的に絶対人間がチェックしてるはずで、なぜかっていうとやっぱりなんですかね、精度がちょっと若干だから 90% とか今後ね精度が上がっていくとかなりよくできますよ。で実際自分英語できないことあまりできないので、英語できる人に見てもらうんですけど、で昔は全部英文作ってもらってたんですよ。で最近は時々機械翻訳で英文作ってそれを回すんですよ、チェックで。そうするとね急に「馬場さん英語できるようになったの?」って言われるんですけど「あごめんこれ機械翻訳」って言って「最近の機械翻訳優秀だね」ってちょっとは修正入るんですけど、結構そのまま使えたりするんですね。でそれなりに使えるよねってレベルは実はだから明細書とかはダメなんですよ。後で誤記があった時に機械翻訳だから誤記がありましたっていうのはうまくいかないんですけど、例えば、中国ですね、中国語もそうなんですけど、中国語の拒絶理由って、特許とかでダメだよとか、商標でもいいんですけど、当然中国語できますと。で昔はどうしてたかっていうと当然翻訳するんですよ、和文に。分かんないから中国語だと。だから翻訳で現地代理人って向こうの中国の弁理士さんか、そうね、中国の弁理士さんが大体翻訳会社持っていて、でそこで日本語に翻訳をして、こっちで検討すると。だそこで翻訳料がかかってたんですけど、結構最近は機械翻訳でやっちゃう。さっき言ったもう自動翻訳で拒絶理由ぐらいだったら確かに意味は若干通じないんですけど、でもなんとなく通じれば対応できちゃうんですよ。そういった意味ではそういうなんていうんですかね、本来であれば翻訳会社を使ってたのが使わなくていい仕事とも出てきてます。なぜかというとそんなに精度が要求されないものだから、今後明細書とかもそんなに精度が要求されないよねっていうことであれば、そういった部分に関してはなんか AI とかっていうのは出てくるかもしれませんけれども、だから最終的にそれを使いこなしていくっていうのは人間なので、なかなかそこがゼロになるのは難しいかなと。いうふうに思ってますね。であと協業がいないっていうのが、例えば司法出産であれば当然弁護士さんともこれもバッティングすることになりますし、行政書士さんも、行政書士さんは本当に個人でね、なかなか手続きをしてしまうということがあって、で例えば司法書士さんなんかも今いろんなネットとかで情報があるんでね、例えば事務所の人がやっとローンを払い終わったという話をしていて、あ、そうなのってさ、で家とか買う時ってなんかもう不動産会社からこうなんか司法書士が指定されちゃうんでね、抵当権つけるのに。でそこを使ったのが、やっぱ抵当権解除する時は自分でやってるんですよね、もう。で調べればなんとかできそうだからとかで、例えば確定申告とかも個人事業主の方も、最近であれば弥生会計とかクラウドのやつとかでできていて、昔だったら税理士さんお願いしてたのが自分でできるよみたいないう形でやってきたりとか、かなりそういうなんていうんですかね、いろんなこう他の業界とですね競合していくっていうところがあるんですけれども、弁理士で特許とかっていうかなり閉じた業界なのであまりないんですね。で例えば弁理士の業務って弁護士が登録できるのでできるんですけど、できるのと仕事ができるのはちょっと違っていて、やっぱりその弁理士と弁護士が一番大きな違いっていうのは、弁理士は権利を作る方なんですよ。これね、権利を作れる資格って弁理士だけで、権利を作るっていうのはちょっとあれなんですけど、確かに発明者が発明はするんですよ。発明をするのは発明者なんですけど、それを特許権っていう権利を作るっていうのが弁理士の仕事で、要するに言ってしまえば本当何もないところから権利をボコって作るっていう。でその権利に基づけば、例えば他人が侵害すればね、最大で懲役10年のこれ刑事罰になるからめちゃめちゃ強い権利ですから。でかつ例えば他の企業とか外国の企業と戦っていく権利で、それを作ってるのは誰かって言ったら、それが我々弁理士なんですね。だから発明って実はふわふわしているもので、それをいいなんですかね、弁理士になるのか悪い弁理士に当たるかによって権利が全然違うんですよ。要するにだからよく素人の、素人のことはちょっと悪いですけれども、いわゆるプロじゃない人が特許の明細書を書いても特許取れるんですけど、うまくやれば。だからそれが強い権利かって言われちゃうとかなり微妙で穴だらけになっちゃう。でなぜかっていうと、特に自分なんかソフトウェアなんで、ソフトウェアっていろんなことができちゃうんですね。例えば、スマートフォンで、自動改札なんかでね、大金だとスイカみたいにタッチできるじゃないですか。であれって、NFC っていう緊急に無線通信の仕組みを使ってるんですけど、発明者ってそういうこと言ってくるんですよ。無線でタッチしますっていう。でそれが慣れてない弁理士さんだと無線でタッチするって時を作るんですよ。でそうすると無線以外、多分最近だと QR コードがあると思いますけど、 QR コードでやられちゃうと権利回避されちゃうというか、特許権が使えないんですね。もう無線じゃないから QR コードって。でなるとそれを両方含むような形で特許って作らなきゃいけなくて、発明者からは無線ですって言われるんですけど、無線以外じゃあ何があるんだろうとか、じゃあどうやってここの通信で本当の発明ってありでの何だろうっていうのを考えて権利化していくっていうのが我々の仕事。だそれがAI でできればいいですけど、そこまでができないというか、要するに人間でも思いつく人と思いつかない人がいるんですね。だそれはもう自分の分野ですよ、別に能力っていうよりかは。また先週いつもやってるお客さんがちょっとあんまり詳しくね、私出願前なんで詳しくは言えないんですけど、私主治医務っていうのがあるんでね、ここで言っちゃうとこれ特許性失われちゃうので言えないんですけど、ちょっとあるね化学物質についてなんかこう2つの物質なんかね、匂いがちょっと強い物質があるから、なんかこう2つを混ぜることによって匂いを消したいっていう。でそういう発明っていうか今やってるんだけど、それって特許になりますかねって言われたんですよ。で私全然バケはやってないのでね、もともとあるなんか物質があると。でもう一個のなんか物質混ぜて匂いが消えますって、混ぜただけじゃないですか。混ぜただけだから特許なんのかそれと思って、でちょっと分かんないから専門にじゃあ担当技術の分かる人間を連れていくってことで、やっぱ科学の分かる人を連れてったんですけど、十分特許性ありますよっていう。でそういうマスク効果っていうらしいんですけど、マスク効果の特許っていうのはたくさんあって、その物質の組み合わせがなければそれは特許になりますからみたいな。あ、そうなんだみたいな。やっぱ分野が分かんないと全然分からなくて、で逆に自分は画像の操作系とかなんで、よく他の人が出願やってると自分なんかチェックするんですけど、なんか対応が思いつかないと。今審査官からダメって言われてるんですよねって、ここにボタン出てるじゃんみたいな。なんかここに選択のボタンが表示されてるんだけど、ここで特許取ればいいんじゃないのみたいな。でボタンが出てるだけでいいんですかって、ボタンが出てるだけで特許になるよっていう。でそれはユーザーインターフェース関係だとそれ特許になるんですね。なので結構そこの分野っていうのが分かんないと本当に難しいなと思うんですけど、そういった意味ではなんていうんですかね、ちょっと話がだいぶ脱線しちゃいましたけども、言ってみると話を戻すと、弁理士としては合格者数とか受験者数減ってるんですけど、業界的には人手不足っていうのもありますし、全然受かってしまえば本当に仕事がないってことは一番起こりにくい業界だなと思ってますね。あと受験者数こう出てないですけど、平均年齢が通常の資格というよりか高いんですね。なので、ちょっと、残念というか人によって残念かもしれませんけど、若い人よりかは実は年齢が上がってきてる方がなんですかね、こう非常に期待されがちな業界で、あんまり新卒で弁理士とかっていうのは私は絶対止めてるんですけど、特に特許事務所はね、時々いらっしゃって新卒で特許事務所行くって言うと絶対 100% 止めてるんですけど、やめた方がいいっていう。なぜかっていうと、特許事務所って転職のハードルが結構低い、年齢層的に。で実際人は経験者の方ではあったんですけど、うちの事務所ももう 3年ぐらい取ってないんですけど、あまり辞めないの で定年で辞めてった分だけ補充してるんですけど、で3年前取られた方って本当にもう企業定年になった方で、その人採用した弁理士さんで、だからもう60、今もう今の時代70、80働けるからいいんじゃないのって形で、採用しましたし、で自分の受講生だった人の事務所なんかは、未経験だったけど50いくつだったかな、8か9の方でやっぱ採用してるとか、結構あんまりなんですかね、その制約がないっていうか、なんですかね、通常の業界だと時々相談いただくんですよ。未経験だから20代までに受からないとって、いやいやいや関係ないよっていう。全然で、弁理士っていうか特許業界ってよく私3つ言うんですけど、法律と技術と語学力なんですよ。要するに法律か技術か語学力か全部ないときついです、採用。特許ベースで言うとね、特許ベースで言うと全部ないと、技術全然わかりません、語学いや英語も何語もできません、日本語もよくわかんないぐらいでっていうね、日本語難しいからね。であとは法律もまだ弁理士全然やってませんっていうと、採用したとめちゃめちゃ大変そうなので、ちょっと採用のハードルがかなり高いですね。だけどその3つのうち1つでもクリアしてれば結構採用してくれる事務所はあって、だってね、だから言ってしまえば弁理士を合格してしまえば法律の知識がクリアされるんで、あとはプラス何かしらの技術か、語学力ですかね。で特に商標とかだとやっぱり語学力、特許もそうですけど語学力、英語ができますよとかっていうのであれば、そんなに採用してくれる事務所っていうのは割とあるっていう感じですね。あとは結構年齢層っていうのも本当事務所ってすごいいっぱいあるんで、結構ちっちゃい事務所も多いんですよ。でめちゃめちゃ大手ですからね、でも日本で一番大きいっていえば八重洲にある滋賀国際とかあるんですけど、今600人とか700人いる事務所ですよ、本当会社みたいなんですけど、通常ちっちゃい事務所になってくると、大体10人とか20人とかって事務所になってくると、本当にもう事務所のカラーがそれぞれ違うので。あんまりそこを気にしなくていい。よくだから弁理士試験受かったらすぐ特許事務所行こうかって言うんですけど、別にそこ慌てる必要はないっていう感じですかね。実際うちの事務所なんかでも来ないんですけど、募集がさっき言ったように、ただ仮に来たとしても20代の方だとちょっと考えちゃうんですね。なぜかというとうちの事務所年齢層割と高いので、いきなりここに20代の人入っても話合わないだろうなとか、であとはなんか教えてあげてもやっぱ若いと転職がしやすいので、転職しやすい業界なのでちょっと小さい事務所としてはコストかかっちゃう。である程度年齢層いっていくとやっぱ転職しにくいしね、家庭とかあると。だからそういった意味では、落ち着いた人の方がいいかなとかね、いろいろ本当事務所によってカラーありますよね。はい、なのでまずよくねやっぱ不安に思うんですよね、勉強し始めた時にこれ弁理士取ってどうなのかなと思うんですけれども、そこはあまり心配しなくていいんじゃないか。少なくともいろんな試験種の中では弁理士は一番その辺はうまく活用しやすい資格だと思いますね。はい、で実際試験勉強を始めるってなった時に担当論文口述っていうのを突破していかなきゃいけないんですけど、これね問題とよく勘違いするんですけど、担当試験が一番難しいんですよ。まず知識量として、なぜかというと量も難易度も難しくて、でこれ39点取れば合格にはなるんですけど、なかなかこの39点を取りにくい、このボーダーっていうところが結構大変で、そういった意味ではこのまず担当試験をしっかり突破するんだっていう勉強っていうのをしっかりしていくということになります。ででその時に次の2ページのところにこれ書いてあるのが、何を書いてあるかっていうと、よく私これ言うんですけど、弁理士の勉強ってその資格試験って勉強じゃなくて仕事ですよっていう、で結局は試験の合格っていう、成果ですよねを出さないと、意味がないとは言わないんですけど、やっぱりね、せっかく弁理士試験目指していて、勉強はしたけど別に特に受かってませんってなると、なんかただ単純にね、趣味で勉強されてもいいんですけど、やっぱせっかくだったら、試験に合格すると。で合格をするってことで考えると、これ納期が絶対あって、で納期っていつかって、これ来年の5月なんですよ、担当試験で言えば。でこれよく私なんですけど、例えばこの講座取って完璧に教えますよと。で完璧に教えて、もう絶対45点取れる力が身につきますと。来年の7月にね、7月になれば完璧ですからっつったら、全く意味ない講座なんですよ。だって試験5月っつってんのに、7月に45点取れますで、5月はどうですかで、5月は30点ぐらいですねっつったら、そんな講座取る人誰もいなくて。結局来年の5月にしっかりその39点取るっていうところを意識しなきゃダメで、この意識がやっぱり受験生見てると薄い、どうしても。で何が薄いかっていうと、勉強ってね、やりたいことをやっちゃうのよ。そういう意識ないんですよ。例えば分からない、なんだろう、調べてみた、ネットで調べてみた、Google ですね、聞いてみた、こんなことがあるのか、判例っていうのがあるのかと、判例とは何ぞや、こんなこと言ってるんだとかね。とか、あとは特許庁って、いろんな資料を公開してるんですけど、特許庁のここには何て書いてあるんだろう、こういう審査便欄っていうすごいホームページの細かいところにこんなこと書いてあるぞ、すげえなみたいな感じで、結局自分のやりたいこと、勉強したいことをどんどん勉強していっちゃうんです。でそうすると本来試験に出ますよっていう王道のラインからやっぱそれちゃうんですよね。でそうすると勉強が1年2年3年という形でどんどん長くなっていってしまう、言ってしまえばプロの受験生になっちゃうんですね。プロって、プロと素人の違いって何かっていうと、プロって毎年同じことやるんですよ。当然仕事っていうのは、仕事ですから。だから皆さんはこれ今年、今年勉強始めて来年合格するぞっていう気持ちでやるじゃない。再来年もやって、その次もやるぜと思ってないんですよ。でも私は講義をやる上で、当然今年の講義でやりながら来年の講義を考えるんですよ。だから今、今年の講義も去年の講義で考えている修正を毎年かけてるんですね。去年はこういうことやったらちょっとあんまり良くなかったからこう書いてみようとか、去年こういうの良かったから今年もやろうみたいなということで、その来年翌年っていうのをずっと考えてやってるんですけど、皆さんそれじゃダメだよね、当然。来年で終わりにしなきゃいけないっていうことになると時間も限られるので、要するに試験に出るべきこと、やるべきことっていうのだけをしっかりやっていく。ということがすごく重要なんですね。で実際に短期で合格する人っていうのが、その傾向は顕著で、例えばね、やっぱりその質問が来ましたよということであった時に、質問のなんですかね、流れ的にあるじゃないですか。なんかこういうことなんですかって言った時に、短期で受かる人って結構なんですかね、あっさり聞いてくるんですね。で質問して「どうですか?」って言われて「これこうです」って時に「それ試験出ますか?」って聞いてくる。ここはあんま出ないねって言うと「じゃあいいや」みたいな感じで、結構サクッと引き下がっちゃうというか。そこっていうのがやっぱり思って、逆になかなか合格されない人っていうのがそこ食い下がっていくんですよ。で悪いことじゃないんですけどね。でこれ不思議なことで、質問って絶対した方がよくって、生の方は特にせっかく通学できるんであればどんどん聞いていただきたいと思ってるし、通信の方であれば、メールとかツイッターとかで私は質問力を受け付けてるんで、質問って実はされるとめちゃめちゃありがたいんですよ。質問ってね、よくね、なぜだこんなこと聞いてもしょうがないと思う人、やっぱね、どうしても思うじゃない。だから逆の立場だとごめんなさい、私質問しないんですよ。自分が受験をする時代ってあまり聞かないんであれなんですけど、やっぱり質問って逆に講師の立場になると知ってもらうとありがたくて、なぜかっていうと、分かんないことってこっち分かんないんですよ、話をしてて。多分これで伝わるだろうなと思って話をしてるんですけど、それって一方通行で。で分かんないことを聞かれると「説明だと分かってないのか」とか「ここ引っかかるんだな」っていうと、さっき言った次の講義で修正かけられるんですね。だから質問って実はする方もされる方もめちゃめちゃ得で。だ今日ずっと話して休み時間中って講義始まったらワインに座ってるんですよ。で特に最初の頃って昼休みがあるんで、昼休み1時間あるから、そこで前の方でずっと座って待ち構えてるんですね。誰か聞かないかなみたいな。で結構質問とか来たりとか、帰りもずっと待ってるんですけど、やっぱその早い段階でどんどん質問するっていうことはすごく重要で。結構ね、そう言うんですけど、でも毎年予言のようになるんですけど、質問してくるのってね、来年の3月とか4月なんですよ。帽子に2がついて、やばいみたいな、これどうしようみたいな感じで、でそこで質問しても、もうなかなかもう時間がなくなってきていて、あもうちょっと早くからこの流れできればよかったのねっていう感じに本当繰り返しなる感じですね。だからもう本当最初の頃からで、質問ってね分かんないことを聞くだけじゃなくて、間違えたことをこう確認に来る。でやっぱり前秋の講座で1年で受かったよっていう人がいたんですけれども、その人って何をしてたかっていうと、毎回私のところに来て確認して帰るんですよ。でさっき先生こう言ったけど、これってこうやってこういう意味ですよねとか、これってこういうふうに聞いたんでこれで理解合ってますかとかいうことで、毎回合ってるよ合ってるよっつって、で時々はそれ違うってことだったんですけど、でほぼ毎回聞いてって。でやっぱりその方1年でサクッと受かりましたよね。だからそういった意味でのいろんな確認をしていくってことはすごく重要かなっていう、ただその試験に受かるんだっていうところですね、そこを中心にしていただければいいかなと思ってます。はい、でそうなった時にあと、勉強時間ですかねっていうのが3ページのところで時間を作るっていうのがあるんですけど、やっぱね時間がないんですよ皆さん。で今日とかってガイダンス範囲になっていて。要するにガイダンスとか最初来た時って勉強するぞって気持ちがあるんで、こう何でもできる気が万能感が出てくるんですよ最初の頃って。よしもう大丈夫だと、で大体後に書いてありますけど、1週間20時間勉強時間取ってくださいっていうのを言ってるんですね。ここに書いてありますけど4ページのところで1週間20時間っていうのが、これが理想であるなと思ったんですね、1週間20時間っていうのは。ところがこれってね始まる前は20いくだろうと。20時間って平日1日3時間取れればいいんです。で、コロナが明けて今通勤が復活してることもあると思いますけど、通勤時間考えると例えば片道で30分行きで。で、勉強始めたらちょっと会社のお昼休みちょっと使ってくださいよなんとか。で会社のお昼休みで30分で帰りで30分っていうことで考えると、そこで 1.5 時間なんですもう勉強時間。ってなると、朝ねちょっと早起きして30分やるとそこで2時間っていうことは、仕事から帰って家で1時間やればそれで3時間取れるんだ。でそれを週5回だとそれで15時間ってなると、土日丸々遊んでもどっちかで5時間勉強すれば、だからね5時間っつったらもう別に例えば土曜日講義始まったら最初の頃そこだけ6時間あるので、だから講義に来ればそれで20時間いくんですよ。なんだ20余裕じゃんと思うけど、これが辛い。で20時間ですって言ってるってことは20時間取れない人が大半、実際やりだすと。だからそこはもう頭でやるのと実際やってみるの全然違っていて、結構やっぱ勉強時間大人になってますね皆さん。仕事だけじゃないじゃない、勉強だけじゃないじゃないですか。家庭のこともあれば会社のことも学校のこともいろんな環境ありますから、中学生高校生の時みたいにね勉強だけやっていればご飯が出てきて服は笑ってもらえていて、朝も勝手に起こしてくれてって時代じゃないんですよね。もう残念ながらいろんなことやるべきことがあって。で特にやっぱり女性の方だとね家庭があって旦那さんがいい顔しないとかね。で逆に女性の男性の方もですねあんただけ気楽に今みたいな感じで奥さんにブチブチ言われてみたいないうのはよく本当聞いて、結構なんですかねだからよく私はいろんな人と極力話をするようにしていて、皆さんいろんな苦労されてるなと。本当10人いたら10人の苦労があって、誰一人気楽に勉強してるわけじゃないんですよね。だからそういった意味ではその20時間というのが無理にしてもね、そこをめどにやっぱりしっかり頑張っていただきたいというふうに思ってるんですね。でじゃあその合格をしていくためにじゃあ何をすればいいのかっていう話なんですけど、もうこれもう一言で言うと過去問なんです。で私はもう過去問至上主義じゃないですけど、やっぱ本試験出ている問題を使ってしっかり理解をしていくっていうことがものすごい重要だと思ってます。それが一番最短ルートだ。過去問、本番の試験で出たことがない知識を後回し、出たことがある知識を最優先にやっていくと。でちなみに自分の講座って柱2つなんですよ。で1つがその今やったように試験に出ることをしっかりやる、あとはもう一個は実務につながることをやるっていうのは自分の考えとして持っていて、でもともと自分ちなみにこの弁理士になる前って学習塾でずっと教えていて、学校ではないんですけど、民間の教育業界にはずっといて、その教育っていうところの観点はすごく重視していて、そうすると皆さんが弁理士になる時ってその弁理士のための教育っていうのがやっぱこういうところが担っていくべきだと私は思ってるんですね。だからまあせっかく弁理士の勉強したんだから合格した後に、あ、そういえば講座でそんなこと言ってたなとか、いうのはやっぱりしっかり記憶に残していただきたいな。特に今はもう仕事で例えばやられてる方もいるしね、あ、そういえばなんか例えば面接審査とかっていうのはよく我々活用するんですよ。インタビューをして特許庁の審査官に対してアプローチをしていくってことをよくやる。でこれが弁理士しかできないんですよ。だからぜひ皆さんに弁理士取ってほしいっていうのはやっぱそれが一つあって、審査官と直接対峙できるんですね。でまあ何ですかね、感覚的には倍ぐらい違うんですよ、特許率。単純に書面だけで出すのと、面接とかインタビューをして審査官、まあ、当然面接インタビューするっていうのはそれなりに自信があったりとか、それなりにこれ面接すればうまくいくだろうっていう形でいけるんですけど、少なくとも書面に比べればはるかに率は良くて、でその交渉だから、それは交渉なんですよ、やっぱり審査官と。で特に中小企業の案件なんかやってると、さっき言ったように広い権利っていうのもすごく大事なんですけど、そもそも特許取れなかったら意味がないのね。大企業であればこんな時は使わないからいらないですっていう選択肢もあるんですけど、これよくね、あとよく個人の発明相談とか私もやるんですけど、個人の人って特許取るのにいくらかかるか、ね、っていう相談よく来るんですよ。特許取りたいですって、発明取りたいですって言うんですけど、特許って1件取るのに100万かかるんですよ大体。でまず上限ね全部100万じゃないですよ。全部100万だったら、ね、ぼったくり事務所ですけど、ただ、まあ、今後ある程度いろんな手続き想定できる、要するに起こり得る手続き内で最大で考えたら、まあ、100万ぐらいかな。でミニマムでもやっぱり30万ぐらいかなから40万ぐらいかかってくる、っていうことになるんで、めちゃめちゃ高いんですよ個人の人から見れば。だから会社とかでもやっぱ中小企業だとそれなりにコストかかるってことを考えると、やっぱりなんかね30万50万かかりました、50万かかって何もなくなりましたっていうのはかわいそうじゃないですか。だからやっぱ特許取らせてあげたいとなるわけ。そうすると、まあ、仮に範囲が狭かったとしても特許になってるってことも重要だから、そういった点は審査官と交渉なんですよ。で意外に最初から「いやもうこれはすごく広い権利目指してます」っていうと、審査官もねやっぱりその変な権利は認めたくないっていうのがあるので結構突っぱねられちゃうんですけど、最初からね「いやもうこれはなんとか特許していただければいいんです」と、もうとにかく細かくてもそんなもうすごい叩こうと思ってないんだと、なんとか特許できませんかねっていうスタンスでいくと結構審査官も協力してくれるんですよ。だからここでこういうとこじゃあね、まあ、明らかにダメなのは別として、だからここはちょっとね工夫されてるからこういうとこいいんじゃないですかとかって言ってくれて、ああじゃあそこで行きたいと思いますみたいな感じでそういう交渉ってできる。それが我々弁理士の仕事ですね。だからそういった意味では非常にまあ弁理士取っていただけるとまあ面白いかなと思ってるんですけど、でそのためにはやっぱりその受かるって考えた時にその勉強時間ですねをしっかり確保していくっていうところですね。まあその知財教育っていうところと、でまあちょっと話戻しますと試験に出ることを優先していく。で今やったのはね、まあ一つはだからそれだからそのなんですか、面接審査とかで試験出ないんで、それは試験に出ませんよっていう形で話をしていくんですけど、ただ実際じゃあ試験で出るところっていうところで考えると、今言ったように過去問ですね。だって過去問で問われてるっていうことは聞きたいんでしょ特許庁が。でそこをやっぱ中心にやっていくっていうのが、まあ、それは王道ですよねっていうことになります。でその時に使ってる教材っていうのがありまして、担当と論文それぞれあるんですね。でレジュメ集の22ページどうですかね、これの22ページで、担当これも講座の中でこの別にテキストを直接使ってるわけではないんですけど、まあ、どちらかというとだから自習用の教材っていう形なんですけど。ただ最終的にはこの担当コレモンをしっかり理解できれば試験の勉強はクリアです。そこが目標になっていきます。で22ページの担当コレモンって資料2ってやつね、何かっていうと条文ごとに平成14年からの担当試験の問題を全部ばらして条文ごとに並べてる、再配置してるっていう。そういう教材なんですね。だそうすると例えば今これ特許法の69条が出てるんですけど、69条でどれぐらいの問題が出てるかっていうのがまず分かります。例えばちょっとピラピラとめくっていくと、26ページだと特許法の91条って平成29年1回しか出てないんです。でこれ平成14年からなので全部で、まあ、30回はないんですけど、でもまあ20何回かあって30回近くあって、で例えば仮に30回だとすると1回で、60問5枝だから300枝。まあ、特許の場合は20問なので、1回100枝なんですね。1問で、1年間で。で、100枝で、まあ、大体30回ないぐらいだから、2600枝か700枝ぐらい入ってるんですけど、2600、700枝あって1枝しかやってないんですよ。1枝しか。だからなんだ91条ってめっちゃ重要度低いじゃんってのが勉強してて分かる。だからそこによって、まず自分が勉強、91条になんて1回も出てないから、あ、じゃあいいや、ここやんなくてみたいな。だからまず何を勉強すべきかっていうのが、分かるっていうのが一つのやり方ですね。で、さっきの22ページに戻っていただきたいんですけど、で、まあ、条文があって、これポンって書いてあるでしょ。で、これポンって、まあ、これ私の講座で言ってるんですけど、何かというと、その平成14年から今までに2回以上問われた論点。論点って言葉はね、独特なんですけど、いわゆるまあ答えのポイントだね。答えのポイントが全く同じのが出てますよっていうのが、このこれポンってやつで、だから、まあ、ちょっとこれ、膵臓疾患治療剤事件っていう、まあ、この判例があるんですけど、例えばこの判例に関する問題って、今まで4枝あるんですよ。何回か出てるので、あ、ここは重要なので優先的に勉強しましょうとか、あとはこれポンに試験または研究の結果生産されたものを販売した場合は侵害となりますよっていうポイントが2回出てるので、まあ、一応2回は出たから、まあ、ちょっと優先的に勉強しましょうっていうことになります。で、レアモンっていうのは1回しか出てないです。だからその平成14年から何千段の中で1回しか出てないんで、まあ次に重要。だから優先順位としては、ここ決まっていて、まずこれポンなんです。まずこれポンをしっかり理解をして、で、次にレアモン。なぜかさ、過去問に出たことがあるテーマだから。で、最後に、その何も関係ない条文の知識っていうのを入れていくっていう流れです。だからそこが明確にやることは決まっていて、じゃあそれがいつですかって言ったときに、年内。ですね、これから年内にこの「これポン」っていうところについてを理想といえば全部理解するのが理想年内で。で年明けから、レアモン要するに過去問では出たことがあるんだよねっていうポイントをしっかり押さえていく。でそれが大体3月ぐらいまでで2月かな2月から3月で、3月後半から4月要するに2ヶ月ぐらいで残りの条文の知識を埋めていく。でそれで本番の試験に挑むっていうことになります。だからこのレア問っていうところをしっかり潰していくことが重要で、潰すのはどういうことかっていうと、問題を解けるっていう意味ではなくって、理由がしっかりわかる。なぜなのかっていうところをしっかり押さえていく。で、私自身が、私、暗記苦手なんですよ。まあ、結局、まあ、うすうすね、さっき、英語ができませんって言ったのが、もうそこの伏線なんですけど、ね、よく英単語を覚えるのってさ、寝る前に覚えるといいよって言うんですよね。で寝る前に10個覚えて朝起きて5個覚えていればさ2日やれば10個覚えるとで3日やれば15個覚えてそうやって英単語覚えてきますってさよく英単語の勉強で中学生ぐらい教わるわけですよ。だから寝る前にやって朝起きて、ね、徐々に増やしていけばいいんだって言うんですけどあれは寝る前に覚えて朝起きて覚えてる人の理屈なんですよ。で本当に英語苦手な人って寝る前10個覚えたら朝ゼロなんですよ。1個も覚えてなくてで結局2日目もゼロなんですよ。それはね、人間3日ぐらいやったら心折れますから、もうやんなくなる。で、そうやって英語って嫌いになっていくんですけど、私なんかそれ典型で、覚えてないんですもん。それ私だってね、10個中6個覚えてれば英語楽しくやってましたよ。で、そこってもう向きがあって、で、そうすると、今言ったように、まあ、繰り返しやっていくっていうことですね。まあ大事なんですけど、まず重要なところをしっかりやっていく。で、自分が覚えるのが苦手なので、やっぱり暗記をするというよりかは、しっかり理解をしていってほしいと。特にやっぱりもうこれ若い頃っていうのは暗記の能力っていうのがめちゃめちゃ高いんでがむしゃらに覚えられるんですよ。学生の頃ってまさに覚えられなかったけど覚えられる人は覚えられるんです。とか残念ながらまあね皆さんもお感じになると思いますけど高校生大学生大人になっていくとやっぱ無意味に暗記するというのは苦痛になってくるんですよねどうしても、まあ、覚えられない、でこれは別に20代でも多分10代から比べればその能力が落ちてきて。それ維持できてるって人もいますよ。ちなみにさっき1年の方よく質問してくる人っていうのは暗記が得意だっていう人だったんですよ。だから単語帳を使ってるんですよ全部の項目単語帳を自分で使って単語帳ひたすら見てるって単語帳で勉強してるってその人だけでしたけど今まで。だから人によってやり方っていうのは違うのでその人は自分は僕はこれがいいって、覚えた方が早いからってなるほどっていうでだから覚えられないのを理解していくっていうパターンだったんですね。でまあ、おおむねただやっぱそのやり方というのはなかなか難しいので、まあ、やっぱり理解をしっかりしていくと。で覚えられないことは理解できないことはもう暗記しちゃうというのはそれはそれで一つなんですけど、そういった意味ではまず年内にここをしっかり理解していくということがすごく重要になります。でそうするとこれ実は担当の勉強って点の勉強なんですよ。担当ってこうポイントをここって勉強なので、実は知識があんまりつながりにくいんですね。でその知識をつながる勉強というのは何かっていうと、それが論文の勉強になります。で論文というのは線の勉強というんですかね、こう制度があって例えば出願があって審査があってとかっていうのを、線で勉強していくっていうのが、論文の勉強になると。で論文に関しても過去問ベースです基本は。やっぱり過去問から勉強していくと。ただ過去問っていきなりやるとめっちゃ大変なんですよ。で例えば、36、37に、過去問のごめんなさい、問題をまず言うと、例えば32、33が、これ平成じゃねえや令和元年の商標の過去問でめっちゃ長いでしょ。でこの問題に対してこれだ、令和元年の答案例ってことで、これが答えなんですけど。ねえこれやっぱり勉強始めた頃ってこんなの書けるようになるわけねえよと思うわけですよ。こんなに書くのみたいな、ねえ、これを答案ですね、手書きで書かなきゃいけないんですけど、そうするとこれを勉強するんですけど、いきなりこれやってくださいって言ってもね、これは無理なんですよ。それは無理ですよ。でなった時にこれね長く見えるんですけど、実は論文の過去問ってこう部品に分かれてるんです実は。これですみたいな。ということはこれを全部勉強しようと思うと大変なんですけど、一個一個の部品を勉強していくとすごく短いんですね。で一個一個の部品でその部品に分けて勉強すればいいんですけど、それ自分で分けるのは大変なので、じゃあ分かったと、このレジュメを部品にばらしたのが今度論文コレモンというやつで、私が使ってるのがで論文コレモンというのが28ページとかにあるんですけど。この一個一個例えば29ページでもそうですけど、一個定型文って書いてあるようにこれ過去問ばらしたんです。で過去問をばらして1個だけポイントを1個だけに絞ったんです。本番の過去問だとポイントがいくつも入ってるんで4個とか5個とか6個入ってるんで分かりにくいんで、じゃあ分かったと、テーマ1個だけに絞ろうってことで1個だけに絞って、でその絞ったテーマに対して問題をつけてるということで、そうするとちょっと短くなってるねさっきに比べたら。で一個一個のテーマって大体これが論文コレモンといって、特許で100個ぐらいかな、一生商標で80個ずつぐらいあるんですけど、これを理解していくっていう流れになってきます論文に関しては。でそうすると担当と論文って結局最終的には行き着く先は全部四方特実意匠とかいわゆる産業財産権の知識なんですよ。だからその見え方として丸抜で聞きますよ、文章で聞きますよ、口頭で聞きますよっていうのが担当論文口述で分かれてるだけですから、そういった意味ではあんまりそこを分けて勉強するのは実は効率よくないっていうことになります。だからそういった意味では論文に関してはこういうパーツですねをしっかり勉強していくということになります。で、一応ただここってなんですかね、タイミングというのがもういろいろ秋で時間もないですから、タイミングが人によってばらつきがあるので、ここに関してはウェブ配信ですかね、もともとスマート講座で撮ってる分がありますから、それを見ていただいて、でスマート講座って通信でやってるんですけど、通信専門でやってるからメリットは一つあって1時間1コマなんですよ。で通常の講座って3時間なんで結構見ると思ったら大変なので。ところが1時間1コマなので、1. 何倍速とかで見ると45分ぐらいで見終わっちゃうので、空いてる時間とか移動中とかそういったところでこういう論文の構造を見ていただいて、知識を両方つけていただくという形になります。で、具体的な、スケジュール感っていうのを、最後にちょっと話をしたいと思いますけど、14ページ15ページのところに学習のスケジュール感というのがありますけど、もう7月が終わってちょうど8月と、いうことですね。で、スマートウェブの先取り予習っていうのがあるんですけど、これ何かと言いますとこの講座って申し込むとこのスマートって私は通信でさっき言ったように通信専門でやってる講座があるんですけど、それの、入門講座これ44回分だ全部で44時間なんですけどこれを入れるんですよ。最初にでここをまず8月中に見切っていただきたいんです。9月で始まるまでに。でこれをやってるかやらないかで全然違っていて、だから44コマなので、ちょうど今からだったら、1日1コマ1時間見ればちょうど講座始まるまでには見終わるかなっていう。で講座っていろいろあるんですけど、実は入門講座がすごく一番重要で、基本的な部分っていうところを、漏れなく説明ちゃんとしてるんですね。だそこをやっぱり見ていただくっていうのがまず重要なので、それが8月ですかね。でこれを見終わっていると何が有利かっていうと、これいろんな講座があるんですけど、これ基礎力セットアップ講座っていう、ここで一から勉強を始めていくような感じになりますが、これ自体が終わるのがいつでしたっけ、これ11月の25日なんですね。でなると全部の知識終わった後にこれを見ていこうとするともう12月ぐらいになっちゃうんです、ここ見るのが。でところがスマートのウェブの入門講座を見終わると、これ自分の入門講座ってこの後にこれを見てくださいってことになってるので、一応ここに次見れるんですよ。ということは9月の段階で講座に通いつつ論文ユニットをもう見れる。要するに論文の講座も一緒に並行しつつ。だから私のやってる講座自体、生講座の方は、復習みたいなイメージで言っていただくのが本当は一番いいかなと思ってます。で論文ユニットっていうのはさっき言った論文コレモンを使っている講座 で論文過去問っていうのが論文過去問っていうのはこの論文スキルアップ講座っていうのがあるんですけど、でここで過去問の解き方を説明しているんですけど、最終的に論文の過去問っていう作業を解くっていうことが必要になってきますね。で論文過去問に関してはちょっと今日は詳しく話はできないんですけど、マッチングって作業がちょっとやってもらうんですよ。でマッチングっていうのは問題とレジュメをチェックするっていう作業なんですけど、それがなんですかね、年内に終わってると来年論文の合格可能性がかなり高まる。別にやってなくてもしょうがないんですけど、時間的に。だからそこまでを実はやっといていただきたいっていうのがあって、年内は。でそうすると逆算していくともう10月ぐらいにはもう論文ユニット見終わらなきゃいけないし、ということは9月の初めぐらいから論文ユニットを始めないと終わらない。ってなるとまさにこの8月、今スマートのウェブを先取りでやっていただくっていうことがすごく重要になってきます。はい、で特にあとただ学習経験者の方はもうちょっと論文の過去もやっていただいても構わないので、論文ユニットを空いてる時間に見ていただければいいかなという形ですね。で最終的にね、ちょっとウェブとか通信だとなかなか対応ができないんですけど、生の方だけですね帰れませんっていうのを私の講座やるんですよ。で帰れませんっていうのはこれ何かっていうと、問題を解いて20だか30だかその年によって違うんですけど、例えば20だ解いてで私に見せてもらうんですよ、生で。で例えば20個中2個合ってるよとか、じゃあ2個合ってる人少なすぎるな、2個違ってるよとか3個違ってるよってことで違ってる数を教えてあげるんですね。だからどれ違ってるか教えないんです。で2回目以降は条文見ても構わないんですけど、そこで自分で担当の知識というのを確認していくっていうですね、それも歩行みたいなの、残り歩行で実際帰れるんですけど、本当に帰れなかったら大変なことになっちゃうんで、実際は30分ぐらいで一応打ち切りになって、そこで解説して終わってるんですけれども、でそれを講座の後にやってます、生の方は。でなった時にここで正答率が悪いとやっぱ試験受かんないですね。だから例年言うんですよ、この「帰れません」とかが始まった時に「帰れません」で4個5個違ってますだとかなりきついよと、担当試験その年の戦いは。だからその「帰れません」っていう問題で一応範囲は決めて出すんですけど、特許法のコレポンから出すよとかって出すんですけど、そこがしっかりできてないと、そのタイミングであまり間違いが多いよねってことでやばいって持たないとやっぱなかなか合格できないっていうことになります。でなると、その1月ぐらいまで帰れませんをしっかりできるようになるということで考えるのであれば、逆算していくと、基礎力セットアップ終わる頃には、コレポン、さっき言った12月までにはコレポンの範囲をしっかり抑えていくっていうことをしていただくのが一番いいかなというふうに思ってますと。はい、ということで、ちょっと時間になりましたんで、さっき冒頭に言ったように担当試験に関してはやり方をしっかり間違えないでやっていけば突破できる試験だと思ってます。でおおむね例年見たらうまくいかなかったなって一番のやっぱり原因は時間が足りなかった。なんだかんだやっぱ始めてみるとついついやっぱ時間が足りないってことになるんですけど、せっかくやっぱね受験を目指すってことで考えるとしっかりと勉強時間を取っていただいて、担当試験をまず突破する。今年担当試験、来年担当試験突破すれば仮に論文ダメだとしても次の年論文だけですから。もうその次の年に合格するというのはかなり高まりますんで、しっかりとね、まず担当試験を合格するっていうことで、勉強の方を進めていただければいいかなと、そのためにはさっき言ったようなこれもんですかねとかをうまく活用して、進めていただくというのが一番かなと思います。はい、というところで、大体時間になりましたので、私の方の説明はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。